なんか金ちゃんありますか？そうだな。あるとしたら、いつもさ、黒龍ってさ、こじつけはこじつけなりに、数字にまつわるこじつけをよくしてたわけじゃない？今回は、そういうのないん？あるんだけど、知りたい？知りたい。じゃあね、ね、テンプレートの質問がね、来たのでね、ここからこじつけワールドに入っていきたいと思うんだけど、とりあえずさ、さっき数字って出たから、ちょっと数字でこじつけしてみるんだけど、金ちゃんさ、蛇って漢字書ける？蛇っていう漢字書けるわけがなかろうて。虫編にさ、ウカムリみたいなの書いて、こう、カタカナのヒみたいなのを書くんだけど、これさ、面白いのが、このヘビっていう漢字は、画数、まあ、何画で書けるかっていうと、11画で書けるのよ。へぇー。ヘビって11画なのよ。で、まあこれで11っていうものがまずね、今まで通り出てきたよね。それで、例えば、蛇年の、まあ、未年だよね。で、何番目の年ですか？数えてみて。6。6番目だよね。これもまた6っていう意味深な数字が出てくるよね。で、実はさ、前々からこう、いろんな事象でこう、こじつけてきた問題の中で、またおなじみのものでさ、2001年の911ってあるじゃん。まあ、このお話いっぱいしてきてると思うんだけど、この2001年、911の起こった2001年っていうのは、実を言うと、蛇年なの。そうだったっけ？そう。2001年が蛇年なのね。で、またね、この、次の、2001年の次の蛇年ってのが、2013年なの、ね。で、この、まあ、これあくまでもこじつけなんだけど、2013年っていうのは、阪神淡路大震災。まあ、ね、1月17日の5時46分っていうお話をしてるね。この、蛇年の2013年っていうのは、阪神淡路大震災から18年目の年なのね。で、これまあ、こじつけなんだけど、実を言うと、この2013年って、すごく、ビッグイベントが起こったのよ。ビッグイベント？ビッグイベント。これがですね、まあ、さっきから冒頭からさ、蛇とアマテラスが関係あったんじゃないかっていう話をしたよね。で、その中で、まあ、その蛇を紹介する中で、こう、脱皮をして繰り返す、永遠に繰り返していくっていうような表現をしたと思うんだけど、実を言うと、このアマテラスに関係する、日本で一番有名な神社って言ったらどこ？伊勢だ。伊勢神宮じゃないの？そう。2013年の蛇年に、伊勢神宮が式年遷宮してんだよ。なるほど。ってことは、生まれ変わってるんだよね。しかもこの2013年ってのは特別で、出雲と伊勢が一世の世で生まれ変わってるんだよね。式年遷宮してるんだよ。
はいはいはい。これはすごい話題になったやつだね。聞いたことはある。そう。ってことは、蛇を象徴としたアマテラスのお住まいが脱皮状態してるんだよね、これ。ね。これまたちょっと不思議なつながりがあるよね。で、またこれもこじつけになっちゃうんだけど、2001年の前の蛇年っていうのが、1989年なのよ。うん。まあ、この年ってのは、まあ、世界中でいろんなことが、変わっていった年なんだけど、例えばベルリンの壁の崩壊だとかね。うん。してるんだけど、日本でも実を言うと、時代が変わってるのよ。時代が変わってる？そう。昭和から平成に変わってるんだよね。ああ、なるほどね。うん、ってことは、これはね、悲しいお話なんだけど、俺も覚えてるけど、1989年で、例えば昭和天皇が崩御されて、で、まあ、新しく天皇陛下が立たれた年が、まあ、1989年の蛇の年なんだよね。またそこでこう、陛下が新しくなられて、で、2013年では式年遷宮ってアマテラスに関係する、まあ、天皇家のね皇祖神だからそこがまた生まれ変わってるんだよね。うん、うん、でこういうふうな感じで数字にねまたこれ年だったりまあその画数だったりっていうんでまた数字とこじつけられるんだけどそれ以外にもこじつけで面白いのがあるんですよ。これがね、さっき蛇ってこう虫編で、こう、浮かんむりに火っていうふうな、まあ、ブッダのダみたいな字を書くんだけど、虫編の横に。この、虫って、もともと、漢字ができたのって中国じゃん、うん、ね。この虫って、っていうのはもともとマムシとかそういうふうな言い方もするけど虫イコールヘビなんだよ。ヘビとか竜を象徴するのね。うんうん、でこの虫編この虫ねの横に大工の句っていう、まあ、カタカナの絵っていう字を書いて虹ってわかるよね、レインボー。うんうんうん。で、このレインボーも中国とか、他の外国では、蛇だとか竜を象徴するのね。で、例えばこの、まあ、じゃあその虹っていうのをこじつけてみると、キリスト教では、虹っていうのは、神様との契約とか、うん、あとは、その、神様との約束の印っていう風な表現されることがあるのね。で、さっきのまあ、式年遷宮2013年に、まあ、伊勢神宮がありましたよって話をしたんだけど、その2013年の伊勢神宮の式年遷宮から、6年後の2019年にまた時代が変わったんだよね。これが2019年に何が起こったかっていうと天皇陛下の即位式があったんだよね。そこでね、金ちゃんね、うん、この即位式があった日覚えてる？覚えてる。すごかったよね。いい？台風が。そう。台風が晴れて、その後にどうなったかっていうと、即位式が行われた皇居の上に虹がかかったんだよね。うん。ということは、天皇陛下の皇祖神のアマテラス大御神に蛇をし、かもしれないって言ったアマテラス大御神と、契約とか約束が
交わされた象徴として虹、蛇を表すものがかかったのかもしれないよね。しかもあれ、二重にかかったんでしょ、日本の虹が。そうだったってね、まあ、話、話題になったよね、いろいろね。今でも、まあ、そう考えると、アマテラス大御神が蛇、まあ、鏡を象徴したりとかのところから蛇がかかって、その一族の即位式の日に、まあ、キリスト教の言葉を借りていると、神との契約が交わされたり、約束の印として、まあ、私が即位しましたよっていう約束の印としてかかったって考えると、現代の中にファンタジーとして成り立つよね。すごいね。うん。うん。まあそうだな。日本は未だ神話の中に包まれてるっていう。ね、まあ、大先生が大先生がおっしゃるけど、うん、おっしゃってるよね。うん。またね、そのまあ虹イコール蛇っていうので考えると、金ちゃんさ、うん、SDGs って知ってる？SDGs？ 金ちゃん知ってるそれ、うん、知らない。6P チーズなら知ってる。まあよく家とかにあるやつな。うまいけどな。まあそれとは関係ねえ。まあ簡単に言ったと、うん、まあその、これまたね、まあ前にも話したけど、国連が決めた2030年までに達成する目標として掲げられたものがあるんだけど、今、金ちゃん、スマホで SDGs って調べてみて。で、この17個の目標があるんだけど、それを見てみてくれるかな。まあね、視聴者の方もちょっと、その SDGs のね、Gs だよね。Gs。そう。画像を見ながらね、ちょっと見ていただけると面白いんですが、前に、一番最初の冒頭で、まあ、666って話をしたよね。うん。まあ、これあくまでもこじつけとして聞いてね。ファンタジーとしてね。うん。うん。その666が出てきたっていう数字が出てきたところって覚えてる？第何章何節に出てきたか覚えてる？ああ。第3章だっけ？ 18と3は覚えてる。じゃあ、いくよ。その666っていう数字が出てくるのが、13章18節なのね。13章18節なのね。こんにちは。こんにちは。シリです。ご希望の声を選んでください。じゃあその目標の中のそのマスの中で13と18を見てみて、なんか引っかからない？これは、うん、でも18がね、ゴールってことですね。空欄になってるよね。うん、だからそこに描いてあるのはこの目の中の細胞って言って、こうコンタクトレンズとかはめるときにさ、黒目の部分だけさ、空になっててさ、周りの部分がこうピャーってこうなってるの分かるかな。うん、うん、うん。レインボーカラーのその輪っかがあると思うんだけど、さっきからお話ししてるよね。うん、うん。虹イコール蛇として考えたら、13と18のとこに目のマークがくっついてないかい？そうだね。で、13のと、あ、ごめん、18のところには、虹として描かれてるよね。虹だね。うん。そうだよね。うん、ってことは、13章18節のところに、なんか意味ありげなマーキングがしてあるって考えちゃってもおかしくはないわけだよね。鳥肌がすごいですけど。いや、これはね、一緒に見ながらね、うん、サイトを見ながら、それでね、いただくとね、うん、そのマークの、レインボーカラーの上、うん、何のマークになってる？インフィニットのマークになってない？ああ。12。項目で言ったら12だね。さっきインフィニットのマークって何て説明した？ヘビ。
ウロボロスのマークだ、ね、ウロボロス。ってことは、レインボーカラーの上に、インフィニットの蛇のマークがあるんだよね。うん。だから、そう考えると、じゃあそこは12っていうところなんだよね。うん。マスで言うと、12番目。うん。うん、じゃあ、さっき言った13章18節って何の書物で出てきたかっていうと、黙示録なんだよね。うん。黙示録の12章ってどんな物語かっていうと、うん、赤い竜イコール蛇みたいなものが、怪物が出てくる物語なのよ。だからそこでもうちょっとしたこじつけができるんじゃないかなと思っちゃうのね。で、これまたその SDGs のお話で面白いのが、SDGs ってよく見てみると、うん、SDG の後の S だけちっちゃいんだよね。うん。ちっちゃいよね。うん。うん。うん、結局、それってまあ、英語でその複数形とかで S っていう風な感じで表したり、うん、することがあるんだけど、まあ、ここはね、ちょっとね、いろいろまたこじつけできそうなんだけど、なんでそれだけちっちゃいのかなと思ったんだけど、逆になんでその他の SDG だけがでかいのかって思っちゃったのよ、俺の中でね。うんうん。で、その SDG っていうのだけ調べていくとちょっと面白いことが分かったから、ちょっと紹介するね。うん、その SDG だけで検索すると、なぜかラテン語が出てくるんだよ。ラテン語、まあ、そうで、そのラテン語でその SDG っていうのは略語になってるんだけど、うん、この略語は何の略語かっていうと、うん、ソリ・デオ・グロリアっていうものの略語で SDG って書かれるんだよ、うん、で、このソリ・デオ・グロリアっていうのはどういう意味かっていうと、神のみに栄光あれっていう意味なのね。で、これを調べたときに、あれと思ったんだけど、実を言うと、この SDG っていう、文字をよく使った有名人がいるのよ。よく使った有名人？そう。あのね、楽譜の最後に書いたっていうのをね、聞いたことがあって、あれと思ったんだけど、うん、この人物が有名なバッハ。はぁ。へぇ、そうなんだ。知らんかった。そう。バッハってさ、音楽の父とか呼ばれたりする。で、まあ、その楽譜の一番最初のとこに JJ って書いてあったりするんだけど、はいはいはい、それはなんか、うん、キリストをどうのこうのみたいな意味で、そうなんだ。で、まあ、最後にこの SDG っていうのを使うのよ。で、これがラテン語で、ソリ・デオ・グロリアって言って、神のみに栄光あれっていう意味で書かれてるんだけど、へぇ、まあ、これだけでも結構、へえ、面白いなと思ったんだけど、うん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 、ちょっとですね、またうずいちゃいまして、また調べてみたんですよ。はいはいはい。そうするとですね、面白いことが分かりまして、うん、バッハってお子さんがいっぱいいるのね。うん。ものすげえお子さんがいっぱいいるんだよ。で、そのお子さんの中で、男の人で、11男、男の、11番目の、うん、男性のお子様で、ヨハン・クリスチャン・バッハっていう方がいらっしゃるのね。うん。うん。で、この人は、音楽とかそういうので、ロンドンとかでこう活躍されてたんだけど、この人が、フリーメイソンって言われてるの、実力。まあ、まあ、クラシックは関係深いからな。でね、うん、でね、うん、もうちょい行くよ。もうちょい攻める。はい、大丈夫か。この
ヨハン・クリスチャン・バッハっていう人と、交友関係があった人がいるのね。超有名人で。うん。それが、モーツァルト。やばくなってきましたね。誰って言った今。モーツァルト。ああ。ねえ、モーツァルト。モーツァルトも、いろんなね、名曲書かれてるんだけど、うん、で、ここがまた、過去動画につながってくるからよく聞いてね。はい。モーツァルトの、最後の作品っていうのが、魔笛っていう曲なのね。うん。うん。で、この魔笛っていうのは、調べればすぐわかるんだけど、うん、フリーメイソンの教義を盛り込んだ、この作品だって言われてるのね。うん。うん。で、まあ、1ドル札から、まあ、キリスト教の国に、まあ、なんでエジプト関係あるねんみたいな話なんだけど、この魔笛の、この想定されてるこの舞台、うん、物語が展開されていく舞台が、その国がエジプトなのよ。で、その中で、そのいろいろ物語が進んでいく中で、天空神のオシリスを賛美したりとか、あとは前にも出てきたイシスを賛美してる場面もあるのね。で、黒竜、今日は蛇の話じゃねえのっていう話じゃん。うん。関係なくないのよ。この魔笛の中の登場人物の、中で王子役でタミーノっていう王子が出てくるんだけど、そのタミーノっていう王子が、岩山で大蛇に襲われて気絶するっていう描写があるんだよね。だから、こう、ね、今ね、こう、SDGs から SDG に行って、まあ、結局、いろんなバッハとか、バッハの子供とか、モーツァルト通って、魔笛に来て、結局、エジプトだとか、イシスだとか、ヘビだとか、ちょっとね、またいろいろ繋がってくるんじゃねえのって、こじつけも面白いよね。素晴らしいね。まあ、そこに繋がってくるとはね。うん、どうでしょうか？いかがでしょうか？いや、面白かったです。素晴らしいね。まあね、これね、モーツァルトはね、もう本当にちょっと有名でですね、いろいろね、和音とかもね、あ、はいはい、まあ、あったりするんですよ。ええ、まあ、ね、過去にはバンドをね、やっててね、まあ、現在は活動してないけど、うん、まあね、音楽といえばということでね、ちょっと盛り込んでみたけど、素晴らしいですね。これはまたね、ここからね、ちょっとヒントを得た人はね、うん、さらに踏み込んで調べてみると、いろんなことが分かる。ただね、これ、今、ヨーロッパの話に飛んでるでしょ、うん、バッハって、まあ、ドイツだよね。うん、で、まあ、亡くなってるところとかがザクセンっていう場所なんだけど、うん、まあね、ちょっとこっからはね、またイルミナピーにつながっちゃうんで、調べる場合は、気をつけて調べてください。自己責任でお願いします。自己責任。今日のお話もあくまでこじつけなので、はい、空想の物語としてお楽しみください。はい。はい。はい、いかがでしょうか。はい。はい、じゃあ今日はね、ヘビのね、はい、話から、ものすごいところまで来ましたけども。うん、はい、世界に渡っちゃったからね。ね、SDGs からね。うん、まあちょっとね、この動画を機にね、まあ、調べていただく方は調べていただいて、あくまでも自己責任で、うん。自己責任。はい、あ、そういえば。はい、はい、はい、どうしました小暮さん。ですね、はい、私ら、今日ですね、サインしてないんですよ。出席取ってないんですよ。そうですね。はい。別撮りします。最後で大丈夫ですか？最後でいいんじゃないですか、とりあえず。はい。はい。いや、それ今やろうと思ったことがないよね。じゃあ最後、まあね、出席、まあもしかしたら最初から混ざってたかもしれないけど、偽物がいないかどうかね。偽物だったからね。いや、ほら、コクル途中で場面変わってるから、もしかしたら違うコクルになってるから、ね。ああ。ということで、ね。あり得る。はい。
じゃあ、サインして、さよならしましょう。はい。はい、じゃあ、ソウルサイン。はい。またねー。またねー。バイバーイ。